です。ピオラーの皆さん、ビオリへようこそ。どうはい、なぜ今のなんだよ今のは。いや、なんかさ、今日疲れちゃってさ。そう、いや、今日疲れちゃってさ、もうさ、あのね、歩いたんですよ、私今日、うん、結構、まあ、いや、とりあえず乾杯しましょう。今日はね、こちらです。体すこやかちゃダブルです。特保です。特保なんかちょっと滑舌が今日結構なんかやばいな。なんかろれつが回ってないんだけど、マジで。乾杯。チーン。あのね、私ね、今日はね、実は秋葉に行ってきたんですけど、秋葉に行く前に一個ね、大切な用事があって、新宿に行ってきました。そうだね。どうもこう、新宿ってなんかさ、吸い取られる気持ちになるのかしね。なんか新宿疲れるよね。なんかわかんないけど、なんか疲れるよね。なんていうか人のエネルギーがね、うん、うごめいてるよね。なんかうごめいてる。なんかさ、生命エネルギーが。そう、東京ってほんと面白くってさ、やっぱり街ごとにさ、空気が結構違うっていうのは本当にそう思う、私は。確かにね。そうじゃない。だから人によってさ、ここのエリアは相性がいいとかさ、なんかフィーリングが合うとかさ、多分絶対あると思うんだ、そういうのって。うんうんうん。私は結構ね、新宿に行くとね、割とね、ドッて疲れることが多いんだよね。うん。まあでもね、好きな箇所もあるんだけどね。そうで、今日はね、私が好きなスポットに行ってきたんですよ。今日は新宿の世界堂ね。世界堂でね、世界堂って言ったらね、ちょっと知らない方もいるかもしれないから簡単に言うと、世界堂は画材が大量にあるお店って思ってくれたらいいんですよ。そうだね、なんか文房具屋を超巨大にしたみたいな感じのイメージ。そういうことだね。私はなんか美大とかも行ってたもので、絵画をやってたから、絵画って言っても、あの本当にもう絵画ね、もうでっかい、いわゆる油絵みたいなキャンバスとかね、そういうのとか、あとはそれ用のでっかいフレームとか、なんかもう何でもかんでも揃ってるお店っていう感じで、多分ね、そういう美術系のことをやったりとかしてる人なら多分知ってるお店だと思うんだけど、まあそこに行ったんですよ。うん。そうでね、あのね、前なんかの動画でちょっとチラッと言ったと思うんだけど、ちょっと書道作品とかも私はチラチラ作ったりすることもあってですね、今回それの一個出来上がった作品を、あの、額装をしたりとかするために持ってったんだよね。うん。そう。待ち時間の長いこと何時間待ちましたかね。長いことで多分1時間以上待ったね。待ちましたね。しかもね、待ってる人が多分前に1人くらいしかいなかったんだけど、1時間くらい待ったぐらい待ったっていう、なんかどういうシステムになってんだろうな。いや、なんかさ、面白いものでさ、なんかさ、制作とかしてる1時間ってマジだっていう間なんだけど、うん、なんか外で待ってる1時間って超長く感じるよね。確かに。うん、いや、ほんとに。まあ、その間結局なんか、その、いわゆる携帯でできる、あの、スマホでね、できる、うん、あ、まあ、やることはいろいろやったから、まあ、なんだかんだっていう間ではあったんだけど、まあ、待ってるっていう点で言うと、結構待ったな、みたいな感じの。なんか終わりがわからないからさ、ゴールがわからないからさ。そう。あとどれぐらいで呼ばれるかもわかんないっていう感じでさ、うん、そう、まあ、割と待ちつつ、まあちゃんとそこで、あの、目的の用事をきちんと果たしまして、うん、で、秋葉に行きましたと。そうだね。そう、まあ秋葉に行った目的としては、ちょっといろいろ調べたりとか見たりしたいものとかもあったんで、まあちょっと行ったんだけどね、うん、そうでさ、秋葉なんだけどさ、今日さ、まあ私はアトレに行ったわけですよ。はい。秋葉といえば、アトレでしょっていう。そうかい？まあこれはあれだわ。これに関しては今日はそういうことにさせてって感じ。あ、なるほどね。そう。まあ秋葉といえばこれとかいっぱいあると思うよ。強制でイコールで繋げてほしいってことね。あ、まあそういうこと。私は今日はちょっとアトレにフォーカスをしてさ、ちょっと話したいと思ってさ。どうぞ。いや、っていうのもさ、なんかアトレって結構最強じゃねっていうふうに思ってて。うん。割かしね。うん。そしてその心は？その心は、なんか、じゃあ、あれですよ。まあ、あの、食っていうテーマで一個は。うん。駅地下だよっていうところまでね。歩かずに行けますよっていうところでしょ？はいはい。で、食べ物が私が大好きなお寿司屋さんが入ってるの。立ち食い寿司。私はね、秋葉に行ったらね、あの、スシローが食べたくなる時があるの。うん、秋葉スシローがあるんですよ。みんな知ってるかな？あの、地下の1階ぐらいにあるんですよ、スシローが。
あのアトレじゃないんですけどね、もうマジで混んでる、このスシローに関して。多分これね、秋葉に行く方やったら共感してる人多いかもしれないんだけど、マジで混んでるんです、このスシローは。私も撮影帰りとか秋葉に行った時にかあの行ったりするんだけども、ね、9割ぐらい入れない。いやこれ冗談抜きで、そうだね、いや本当に入れないよね、あそこのスシローね。2時間待ちとかだよね。いや本当に冗談抜きで2時間待ちとか、うん、確かにスシロー私も大好きやし美味しいのは分かるんやけど、それにしてもそんなに小向けってぐらい混むんだよね、うん、でそんな時に、ああじゃあやっぱりあのスシローに行けなかったねとなって、アトレの1階にある立ち食い寿司、あそこ大体入れます。確かに、ま、結構入れる。でも美味しいよね、あそこね。あそこね、美味しいんだよ。好きだよね、あそこね。私ね、そもそも寿司が好きなんだけど、あの、高級寿司じゃないですよ。そこの、だから、立ち食い寿司のところは。だけどね、ま、普通に美味しい。あのね、私のおすすめは、ちなみに、イカゆず塩。なるほどね。焼きゲソマヨ。あとは、マダイの昆布締め。まあ、ここら辺は結構好きかな。あそこ行ったらよく食べる。鉄板メニュー？そう、あそこに行ったらそれは結構食べるって感じのメニューなのね。秋葉ね、うん、行けない人はあれかもしれないけど、地方の人とかはね、行けないかもしれないけど、まあそうだね、行く機会があったら、うん、結構リーズナブルなんですよね。そう、結構リーズナブル。だからもし秋葉に行って、なんかちょっとどこで食べればいいか迷ってしまったわっていう方は、あ、まあ立ち食いなんだけどね、わりかし安くで食べれるからおすすめです。アトレの1階にある立ち食い寿司屋さん。うん、何の話って感じなんだけど、いや私今日そこで食べてきたのね。そう、そうですね。だってもう一個、やっぱりアトレ結構いいじゃんっていうのがね、一個要素として加わったポイントがあってさ、うん、今日これなんだけれどもね、みんなじゃ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 んですよ、これはじゃ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 んです。これ多分ケーキ屋さんの名前なのかな。これもね、うん、アトレの1階にあるケーキ屋さんのケーキなんだけど、見てよこれ、じゃ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 ーん、結構でかいでしょこのケーキ。ほら、確かに結構重いし、これがね、端っこっていう名前でね、売ってたの。500円いかないぐらいか。行かなかったよ、多分行かなかったと思う。確か行ってないような気がするでしょ。うん、これね、ちょっと私なんか買っちゃったんだけど、これお買い得じゃないっていう感じ。これちょっとみんなさ、ケーキ好きでさ、ちょっと安くでお得なケーキ買いたいよ、ケーキ屋さんでみたいな人は、これちょっとおすすめで、今からちょっと味食べるから、ちょっとこれをね、端っこってそのまんま端っこってことなんだろうね。多分私の予想なんだけど、これ多分さ、あのスポンジケーキとかの切れ端の多分汚い部分っていうのかな、なんかよく売ってんじゃん、なんかスーパーとかでさ、カステラとかのさ端っこが安く売ってるのとか知らないですか。はいはいはい、あるあるあるよね、あるある。なんか多分あれのケーキバージョンだと思うよ。うん、なるほどね。うん、とはいえ使えなかった部分みたいなね。あ、だと思う。だから綺麗じゃないからだと思うんだ。そうだけどね、多分こう味は、あ、やばい、いやこれ結構すごい、見てこれ中の方にもイチゴがゴロッと入ってる。へえ。あ、すごい、上だけじゃないんだ。あ、これはこす、あ、これはいいわ、多分。ちょっと食べるね。味も美味しいはずなのよ、だから。あ、でも味変わんないよね、絶対ね。だったら端っこだったらね。そうだよ、端っこってだけだもん。じゃあ、いただきます。美味しいのだが。普通に美味しいんだが。え、美味しい。これマジでおすすめ。ちょっと秋葉にもし行った方、ちょっとあるかどうか、ぜひ探してみてよ。あたりね、1階にね。そう。ケーキ屋さんね、多分この名前のとこかな。まあ多分わかると思うんだけど、うん、すぐ。結構アトレスペック高めだよね。アトレスペック高め。あ、ちなみにこれ端っこはなんか大きい端っこ持ってました。ちなみに、ちなみに。うん。でもこれはワンコインで買えるからさ、おすすめだわ。そう、アトレ結構スペック高いよねって話なんだけどさ、なんかアトレってさ、なんだっけな、外のさ、あの、なんて言えばいいの、ガラスの部分っていうの、なんて言えばいいんだろう。うん、ああいうのって壁？なんて言えばいいんだろうな、まあ、外壁でいいのかしら、ガラスみたいな。あそこにさ、毎回この、あの、広告シートみたいなやつがさ、貼り替えられるじゃん。うん。アトレって。あれ、正式名称なんて言うんだろうね。なんて言うんだろうね。なんか、馬娘になってたりとかさ。ね、そうそう。馬娘になってたりとかさ。そう、この前も、だから、四季森さんとかもあったし、あと、ウルトラマンみたいなさ。ああ、ね、新シリーズのやつ、ね。そう、新シリーズのやつとかさ。確かに。だから、あそこがさ、結構さ、オタク的には映えスポットなんだよね。うん。そうそうそう。よく写真撮ってる人も多いしね。うん、私も結構撮ったりするんだよ。あそこの前で撮ったりとかするんだけ
構記念になったりするじゃない。だってあんなにデカデカとさ自分もいててさ一緒にさ撮れるってさあんまりなかったりするからさ、あそこはだから結構いいスポットだし、秋葉に行ったら毎回見るよね私は。確かに今何かなみたいな感じで、別にあえて私結構調べたりとかしないタイプなんだけど、だから行った時にあ変わったんだみたいな感じで私は結構楽しんでるタイプだったりする。そこになんか合わせたさ、うん、なんて言うんだろう、コラボグッズというか、なんか特典のイベントとかもやったりするよね、うん、あーやってたりするね。だから馬娘の時とか行ったけどさ、そうそうやってたんじゃない、その時もやってたよ。いくら以上買ったらこれついてくるよみたいなものとかもやってたりするよね、うん、そういうのやってくれるとさやっぱ楽しいよね。なんかこういつも行ってもずーっと同じですっていう街もまあ当たり前だけどあるわけだけど、秋葉の場合はだからそういうところも変わってくるわけで、視覚的にも変わるし、うん、内容的にも変わるってことだから、いつ行ってもなんか楽しめるみたいなところはポイント高いんじゃない。そうだから結構後でいいよね思ったけど、うん、フィギュアとかもね、うん、並んでたりするしね。する。あと個人的にそうだよね、フィギュア並んでたよね、あのプライム、それこそプライムスタジオさんのさあのでっかいさ平垢もね、この前展示してあったね、うん、あれはいいよね、なかなか見れる機会ないからそういうのが飾られるっていうこともあるのはいいよね、うん、そうだね。あと個人的にアトレで私の中で結構高いポイントがもう一個あって、うん、スリーコインズ入ってるよね。あー入ってるかも。みんな知ってる？スリーコインズ100均じゃなくて300円均いつみたいな感じのやつ、うん、結構おしゃれなんよ。全国にあるのかなスリーコインズって。え、それで言うと私は上京してからしか行ったことがないから関東圏だけなのかな、じゃあが分かんないんだけど、でもどうですか、どうなんだろう。いやありそうじゃない、それこそ大阪とかさ福岡とか絶対ありそうな気がするんだけど、もし、うん、なんか分かんない、山口とかさ宮崎とかさ分かんない、そういうとこになかったにしてもどうないのかな、どうなんだろうね、どうなんですか。今地方に住まれてるビオラーさんなんかどんな感じですか、スリーコインズ。そういえばこれマジでイチゴとかフルーツ上の方針しか乗ってないかと思ってたのに、こんなに中の方まで贅沢に入ってくれてるのマジすごいな。あ、私これあれですよ、あの当然これに関して案件とかじゃないんで、中島すごくご了承してるけど、あのアトレの回し物とかじゃないんで、私今日なんかめっちゃアトレなんかご了承してる動画撮ってますけど、いやそういう感じじゃないんで、あの今日は単純に今アトレから帰ってきてなんか変なテンションで動画回してるっていうだけのなんか無性にケーキが食べたかった時にすっごいなんかいい商品売ってるやんと思って、なんかこの動画見てくれてる方ってあの東京に住まわれてる方だったら秋葉に行く方も多いじゃないですか、だからさちょっと話しちゃおうと思ってさ、うん、動画回したんだよアトレもさ、だから最上階っていうのかな、一番上まで行くとさ、カフェが入ってるじゃない、うん、ある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 、電車が見えるとね、ホームが、そう、うん、あそこもなんか独特な雰囲気だからさ、行ったことある人はいるかもしれないね。あー、あるかもね、あそこはあるかもしれないね。結構開放的なのね、なんかすごく横長なんだよね、てなんかそうね、なんかこれ、店員さんちゃんと把握しきれますかってちょっと思っちゃう感じの横長レベルなんだよね、うん、なんか面白い感じしてるよね面白い感じになってる。だからもしかしたらあそこ分かんない、今パッと思いついたけど、あの鉄道オタクの人には意外とスポットになってるかもしれない。それはね、え、ないかな、なんかそのそこまでではないでしょ電車の、 あの発車が、あの合法的に、合法的じゃないかなんかカフェしながら見れる秋葉のポイントになってるかもしれない。なんか今絶対さ絶対ないとか思ってるかもしれないけど、うん、本当にそうかもよ。それはないでしょ。ないかな、結構よく見えるよあそこだって。確かにね、うん、結構よく見えるちょっとシュールな感じではあるけど、でも、うん、カフェ自体は結構おしゃれだよね。そう、結構カフェ自体おしゃれ。あそこのねカフェ、私何が好きかっていうとね、あの上から垂れ下がってるこの電気、なんていうんだっけこれ、ランプ、なんていうの、電気シェードって言っていいのかな、うん、なんていうんだろうね、シーリングライトみたいなでいいのかな、うん、がね、なんかあのこういう星型みたいな、なんか五角形の星のなんか南面体みたいな感じの形してて、それがすごくいいなと思った印象だった。五角形の星の南面体なんかすごく難しいんだけど、なんか新しい、なんて言えばいいのか、なんか こういう星みたいな、立体的なこういう星みたいな、はいはい、まあでもなんとなくは分かるかも。分かる、うん、1,2,3,4,5,6星みたいな、なんか名前が分かんないけど、サイコロみたいな感じか。あ、でもそうそう、そういう感じで、なんかサッカーボールみたいな感じで、
っていう感じの、なんか私が行った時はライトがいっぱいブブブブブって並んでておしゃれだった。でもこれ絶対ね、あの行ったらね、あ、これが言いたかったのか、夢はってならず、あの変わってなかったらね、うん、それがおしゃれで、あそこは。ちなみに暖色系でね、ちょっとおしゃれだよね。そう、おしゃれ。あそこ割とおしゃれ。ちょっとあそこもなんか多分ケーキとか食べれるから、もし知らない方は秋葉で一息つきたいときはおすすめですよ、あそこ。ちょっと覗いてみてもいいかもしれない。私もたまに行きますね、あそこはね、うん、うんうんうん、っていう感じかな。なんか秋葉ってさ、私結構行くことは多いじゃないですか。結構動画見てくれてるし、みんなわかると思うんだけど、結構お店は多いんだよ、秋葉って。実はグルメ、意外とグルメ街だからさ、意外とね、意外とみんながおすすめのさ、そう、よく行くところとかさ、ここは穴場だぜみたいなところもさ、そう、それ知りたかったね。うん、ぜひちょっと教えてほしいな、うん、まあラーメン系はいいかな、とりあえず。多分ラーメンは私把握してると思うな、多分。結構行ってるかもしれないね。結構行ってると思う。なんか知りたいのはデザート系だから、わかんない、カフェ系か、それかあのラーメン以外のなんかご飯系で、なんか自分はここよく行きますとか、ちょっと教えてほしいかもしれないですね。でももしかしたらラーメンも、うん、いやここは穴場なんだぜっていうところがあるかもしれない。本当に、うん、まあそうだね、私結構偏りあるからな。まあそうだね、じゃあ自分がめっちゃ推しのラーメン屋さんでもいいですけど、なんかもし秋葉行く方は教えてください。ちょっとこの動画見てくれてる美容師さんの中で秋葉に行ったことない人とかは、ちょっと何の話してんだよって多分なってると思うんだけど、そういう方は秋葉に行った時は、あ、こういうとこあるんだなっていう感じでちょっと聞いてください。うんそうだね、そうだね、いつか来る時があるかもしれないから。いやでもあるんじゃないの、わかんないからね。私もだって結構あの地方いた時は秋葉に来たことはなんだかんだあったもん、うん、なんだかんだなんかのタイミングで東京に行くってなった時は、秋葉は絶対行こうと思って秋葉は入れてたもん、行くとこリストに。秋葉、ね、池袋は行ったもんね、私。あと池袋ね。そう、池袋も行ったしね、うん。結構思ったんやけどさ、私池袋もさ、一回なんかビオリで撮りたいな。池袋に行った時はなんかちょっとビオリで撮りたいかも。何気に。あんまり行くことはないけどね。そう、ないない。たまにあるかなぐらい。そう、たまにあるんだけど、基本私も今秋葉に行くから、だから、もしなんか用事があって池袋行った時は、その時ちょっと待ちぶらして動画にしようかな。うん。ビオリのところで。それはいいかもしれない。意外とみんなは秋葉、東京住まいの方は秋葉と池袋どっちがたくさん行くんだろう。意外と半々ぐらいだったりしてね、ちょっと気になるな、あそこ。みんなどんな感じですか、うん、秋葉と池袋どっちがたくさん行きますか。なんかそこら辺も含めてさ、ちょっとコメントで教えてくださいよ、ぜひ。今日は私は皆さんにね、ちょっとね、あの、いい情報をね、シェアしたつもりでいるんです。この美味しいケーキがあるよっていう。これいいかも、本当にね。いいでしょ、ね、多分ね、これどうだろう、え、そんなの知ってるよ、MA みたいな。今頃気づいたんかいとか思ってる人がおるかもしれんけどね。それでもいるかもしれない、ね。もう秋葉にめっちゃも行っててさ。という感じなの、皆さん。今日はちょっとおしゃべり会でした。私はちょっとね、今日はさっきまで外に出てたので、今からね、作業をちょっとしたいと思いますよ。今日はフィギュアをね、塗り進め始めたものがあるので、ちょっとやってきます。これに関してはね、そうだな、多分進捗はこれは載せていこうかなとか思ったりもしてるので、ツイッターとかに多分載せるかな。で、完成したらもちろん YouTube にも動画載せるので、ぜひぜひ楽しみにしててください。可愛くなるように頑張って塗ります。はい。楽しみですわ。はい。ケーキ食べてヘラヘラしてるだけじゃないんだよってとこ見せないと。ヘラヘラしてるからケーキ食べて楽しみですわ、楽しみですわ。あ、違う、そんな喋り方じゃなかったよ。なんだっけ違う。うん、100万点バラサロメね。そう、最近ちょっとハマってる。みんな知ってるから。いや、知ってるか、結構トレンド入ってるもんね。そうだよね、うん、あれ声かわいいよね。かわいいね、うん、デスワ系のキャラってなんであんなにかわいいんだろうな。結構好きだよね、私、ああいう感じのキャラクター。可愛いよね。うん、あの、知らない方は調べてみてください。100万点バラサロメ。二次三次の VTuber さんです。めっちゃ可愛いですよ。超中毒性あるから。っていうことでですよ、皆さん。はい。今日の美容理はこういう感じで終わろうと思います。ちょっと次の美容理あたりかわかんないけど、あの、ちょっと自慢したいフィギュアがあるので、ちょっと、
また近々日和でお見せしたいと思います。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また遊びに来てください。じゃあ今日もゆっくりはお休みになられてください。じゃあまた次の日和でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。